4月10日、10日でございますけれども、桜がね、毎年思うんやけど、絶対桜満開の時とか、満開2、3日後とかに絶対雨降るね。満開綺麗なもんでもうあるんやね。切ないけど、毎年思うけど、やっぱ梅の方が好きやなと思いながら、梅の方が好きや思ってた上沼恵美子さんが全く同じようなこと言ってた、俺と。梅の方が好きや言うて。4月の11、12、13の土曜日に、昼間だけ、準備屋でやろうと思うんですけど、まあ、これ急遽決まったんでね、知ってる人が来てくれればいいかなと思うんですけど、それよりも大事なのは5月3、4でね、5月3、姫路ケーズバー、5月4、中津 B コードでまた秋田真司とピアノデュオをやりますので、ぜひちょっと皆さん友達を誘って来ていただけたらなと。なかなか面白いライブやってるでしょ？だから、ちょっと行かへんって言ったら友達呼んでくれへんかな？一回。ちょっと。もうその後混んでええから。いや、それはわかんないけど、ぜひ、友達を誘って、今からまだ間に合うと思いますんで、ぜひ、お声掛けをしてですね、やっぱりね、たくさん見ていただいた方がいいし、言うて、たくさん来て、しない人来たら俺緊張したりするんだけどな。まあでも、ぜひ、たくさんの人を呼んで、今回はエレキギター弾こうかなと思ってますんで、その辺はいつも来てくれてる人が違った意味で楽しんでいただけたらなと思いますので、はい、ぜひ、5月3日、姫路ケーズバー、4日中津ビコードで、いつものようにやりますので、ぜひ、気持ちを大にしてお待ちしております。一応ね、今、シンジと、今、まだやってるんですけど、ちょっとシンジに新曲をアレンジしてもらって、2曲入りぐらいの簡単なちょっと CD を、今回は、ライブグッズで、販売しようかなと思ってますので、その辺も楽しみに、来ていただけたらいいかなと思います。はい、お待ちしております。もう外の桜は、昨日、おとといの雨で東京はほとんど散っちゃって寂しいんですけども、はい、きっと明日はいい日です。締めた靴の紐ほどけないように結んで歩いていこうよ。どんな道でもしっかりと足を踏みしめ、涙止まらぬ夜冷たい雨でも明けない夜はない、上がらない雨はない、明けるまで覚めるまで泣いてもいい。前を向いて歩いていこうぜ、きっと過ごしに僕の顔ぼんやり外を眺めてる、休んでもいいよ、疲れてもいいよ、だけどいつも空を見ていよう。問いを数えきれない夢のかけらを拾い集めいた。
一つに